さて地球さん、お、もう撮影してる今日頑張ってくださいよ。はい、見てる方にざっくりロケーションの説明するんですけど、はい、はい、さーっとこれ港の中です。はいはいはい、もうこの地球さんの背後にはすぐ国道があるという、うんうん、まあ、いわば都会に近いところですね。でこれ見る人には分かるんだけど、この黄色いガードレール、うんうん、これはあの某県の特徴ですね、うん、あの見る人が見ればすぐ分かるってやつですね。あの特産物が総理大臣の県ですね。あ、なるほどなるほど、はい、特産物が総理大臣の県ということでね、今日のお題は、今日はね、実は僕は監督釣りしないんですね、撮影専門、うん、監督、はい、で地球さんが選手、先生と生徒ではおこがますぎるんで監督と選手あ、なるほどなるほど、選手はあくまでもプロ、はいはい、という体でね、こういう都会の港湾部、うん、で潮が引き切った時のねゲームみたいなのがテーマなんで、なるほど、はい、まあ、じゃあ監督のサインに従ってよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと不思議かもなんでちゃんとこんなにきっちり潜るんだろう。そりゃインクスラボですからうん、空気抵抗がないから軽いけれど、うん、飛距離は十分出ますね。そうですよね、うん、名前はまだ決まってないんですよ。名前決まってない、うん、はい、この場所ってもう普段は満潮だと水に沈んでるぐらいなんですよ。ちょっとあちら側に移しますと、はい、あそこら辺の色の変わってるあたりが満潮の時のラインですね。で、その完全に水の中に沈んでいるガレバが今干潮、土干潮に近い状態で、表にできてきてる感じです。で、こういうところだと例えばムラソイとかそういったようなやつが、カニとかそういったものを、狙って敷石の隙間に隠れてるんじゃないかなということで、これからこのエビコンを使ってキワキワをなんとか詰めていこうと思います。干潮のタイミングじゃよりエビカニが食べやすくなる条件が揃うってことですよね、うん、はいはいはい、お願いします。うわー、慣れながらやっぱいとこやってんなこれ。おお、出てきたよちゃんとすっげー、お、よし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 、いい沈み方するじゃないの。さすがにちょっとオープンすぎるかな。ちょっと待ってね。こう沈んで、はい。さあ回収。ちょっと穴釣りみたいな下の。出ないか。足元の穴出なければ。おお、おお、来た。おお。いやー、今の撮れましたかね。後ろ姿は撮れましたけど。後ろ姿ですか。ムラソイ。ムラソイ出ました。
おー、いやー、このサイズのモラソイが出てくるんですね、このエビコンのサイズで。バッチリですよ、今、あー、おかになっちゃった。はい、大丈夫かな。あ、はい、今ね、完全にフロントフックを食ってきましたね。で、こっち側がご、エラに近い方にかかってたんだけど、それでフロントフックが外れたんで、今あんな感じにぶら下がってましたけど、ちゃんとフロントフックの腹のガツってきてました。いやいやいや、いいね、楽しいですね。前後トリプルですからね。ちょっとやデンジャラスなんで、まあ、こんな限界かな。浅いとこだとね。お、来た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 。すげえすげえ。あー、バレた。すげえすげえ。バレた。でかかった。でかかった。地球さん、はい、この上歩けないかな、滑らないかな。いけそうな気がするんだけどね。ちょっとサグ持っててもらっていいですか。はい。今のはかなり残念。でかかったね。でかかったですね、うん、あそこはちょっとな、もうちょい高い位置か、長いそうなあれだったんだけど、ちょっと怖かったですね。で、糸がしれもう擦れてるのが分かったの。似たような場所、さあ出てこい出てこい。はい、適当によいしょ投げ込んで。やっぱこのチャートいいっすよ、見えてるもん、安心感がある。ぶっちゃけこの釣りだとチョーカー色は関係ないっすよ。見やすいのがいい。よー、いいね、いいコースを。本当にこれ引っかからないな、出てくるな。やべ、あ、そんなこと言ってるの、ほぼでも出てきたよ。出てきたよ。ダブルフックだからね、普通は、ね、トリプルに変えてるから完全に頭側が先に着地してるのが分かりますね。ダブルフックバージョンは持ってきてないの？ん？ダブルフックバージョンは、あ、前後？あ、持ってきてないですね、今日は。見てて分かるかもしれないですけど、この釣り絶対ベースタックルですって。もうピッチングで打ち込んで、まあできる限りやっぱ太いライン使った方がいい。うん、おいしい、来た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 、ゴリ巻きゴリ巻きゴリ巻き、よいしょ、おお、でかいな。でかいぞ、さっきと同じくらいじゃないかこれ。うわー、でっかー、やっぱ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、すごいの出ましたね。怖い怖い。でっかー、でっかー、うわー、すげー、こんなのいるんだ。え、これブラソイ？ブラソイですね。ブラソイか。ん？タケノコとも、あ、タケノコ
か。タケノコとマラソンのハイブリッドみたいですね。なんかそんな感じでよくわかんないですね、これ。ちょっと写真撮りますね。はい。すごいの出ましたね。いや、これ、やばかった。やられると思いました。最初にかけてバラしたやつと同じぐらいのってことだったでしょ。同じぐらいのサイズですね。同じぐらいの引き方しました。これね、地球さんね、うん、俺ここ、俺自身ここ何年ぶりだろう、もう10年ぶりぐらい、ね、おー、そんなに来てなかったんですか。こんなでかいのいなかったから、誰もやらないから大きくなってんだよ。大きくなってんですね、その間にかこう。いやいやいや、きっとあれだよ、マイクアクさん来た時はまだチビだったやつですよ。そうそうそう、こいつでかいし、さっきのもでかかったよ、うん、いやいいファイトするわ。もうこれも監督と選手の力がもうバッチリ。いや、監督の指示に従ってると間違いないですよ。はい、素晴らしい。選手頑張りましたよ。いや、素晴らしい。もうこれ1本で、ね、うん、もうルアーもタックルも文句なしですからね、うん、あのもうこれで釣れないと俺のせいにされますから。はい、了解、ありがとう。ありがとう。じゃあ逃がします。こいつすげえな、パワーがすごいから怖っ。沖側に投げて、ブレイク狙いでやってみましょう。ちょっとね、そこの状況が俺分かんないんで、本当にこれで大丈夫か、いや、根掛かりしないかどうかっていうのはちょっと自信がないんですけど、まあ、多分エビコンの性能申請頑張ってます。大丈夫ですね。遠くに投げたときはちょっとね、やっぱ高い位置でアクションつけてやった方が根掛かりしにくいです。 上方向に跳ね上げるイメージで。やっぱ村沿いだと浅いところの方が出ますね。だからこのゲーム本気でやるときは、あの膝丈ウェディングをする用意をしてきたら完璧です。なるほど、うん、スパイク入って、もう膝まで浸かる。そうすると、あのやれる範囲が5倍ぐらい広がるでしょ。はいはいはい、あそこまで入ってきゃいいんだから。それが潜られる心配も減りますね。そう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 、それが僕のおすすめです。なるほど。来た。カサゴだね、これは。カサゴです。カサゴなんだ、うん、写真撮ります、はい、地球さん、はい、もう一発あのでかいのやっちゃってくださいよ。やりますよ。さあ、また出てくれるか、同じように。どうだろう、チャレンジあるのみ。今、着水したところで、もう他の魚が反応しました。一発で潜られそうなポジショニングが。どんどんコース変えていきます。
脱出したよ。ちょっと気は気を打ちすぎましたね。さすがにちょっとやばいかと思いましたら、やっぱりやばかった。今触ってきましたね。お。多分釣りかさごかなんかじゃないかな。うん。切られた。切られた。でかいね、ここのやつ。今のはエッジに。エッジでやられたね。はい、ガーッと下へ持ち込まれて、はい。リーダー？リーダーのところが完全に擦られましたね。リーダー何ポンド？何号？これ8。2号ですね。あ、ちょっと無理ですね。ちょっと無理ですね。よし。